だこれ、似てねえだろ。よう分かんないやつ貼ってきやがって。似てるか。顔じゃないと思うけど、全然似てないよ。俺のかっこいいじゃん。似てんの？似てないよ。どこ？これ、これ誰があだ名つけた？片棒とか杖か。いや俺のかっこいいわ。神一じゃないよ。俺のかっこいいよ。かわいいじゃん。かわいい。じゃあもう旗ポーでいいや。まあ確かにイメージ的にはこんな感じかも。なんかダメそうじゃん、何もできなさそうじゃん、こいつ。お花畑でね、頭の中、旗に刺してみじゃねえか。見てるの？まあいいじゃん、じゃん、可愛いから見ててもいいよ。顔はちょっとひどいけどな。こんな顔してないけどね。金梅さんツイキャスやってるよ。すごいなと思う。俺金梅さん見てやっぱ配信者だなと思う。ずっと家でね、毎日毎日ずっと雑談できて、何時間もね、何も影響されず自分のペースでやってるじゃん。俺はとてもじゃないけど真似できない。俺はとてもじゃないけど真似できないな。もう飽きちゃうわ、配信も同じことばっかりしてたら。強いよ、すごいよ、お酒飲まずにね。いろんな話してさ、尊敬しますよ。尊敬する。音響悪い、換気扇してくるわ。じゃあもう20発でいいわ。20発、23発、3発負けるわ。
負けるよ。うん。ゴールデンレトリバー出ないからね。出ないんだよ。ゴールデンレトリバーさん。これちょっとじゃあやろうよ、最後に出そうよ。眠いか、寝落ちしな、うん、こっちも飽きたし、出た最後の最後まで見て枠終わるって瞬間に飽きたってコメントするやつ、しっかりずっと見といてね。出た、いるわこういうやつ。終わる瞬間に飽きたとか言ってるやつ、何時間も見といて。出た出たわ出たわ、ビビるわそういうやつ。うわ最後に捨て台詞吐いちゃうやつ、お疲れ様って言えないやつ、出たよ、いるんだよ。さんざん見といてね、幕終わるっていう瞬間に悪口書いちゃうやつ。はたぼを取り上げてくれてありがとうね。いやちょっと取り上げてほしいなったら、ウラルでも貼ってよ。ちょっと、あとちょっとゴールデンレトリバー出してくださいよ。1位なのに1回も出てないから。1位なのに。ね、さすがに。見たいよ。毎回ハザボを乗せてほしい。うるせえて。やばしい。レトリバーの画像。何時間やった。昨日8時からやったからね。8時間もやってるわ。そう。8時間。大変だわ配信も。本当大変。配信って、楽そうに見える？楽そうに見えるみんな。脱ごうかな。よいしょ。寝ないんかい。まだ4時でしょ。4時だもんね。だいたい10時ぐらい寝るんだよ。10時ぐらい。今日何曜日？平日？みんな明日予定ないの？この夜更かしして大丈夫な？月曜日だよ。月曜日。もう月曜日って仕事はないとか言って。仕事しろよ。仕事だけど寝ないってもうやばいっしょ、それ寝不足で。ちゃんと寝ないと、寝ないとダメでしょ。ニートなもんで。ニート歴どれぐらい？何時に起きるの？今日は6時から
延々ずっと起きたらアラーム30分、起きたらアラーム30分で7時半まで伸ばした。2度寝3度寝、あれが気持ちいいんだよ。あと30分寝ようっていうのは分かる？昨日22時に寝ちゃったから目が覚めた？早起きだね。じゃあ起きてな。あんなにたりを言われるわ。言われる。実際に会うと言われる。成田流。なんでサラリーマンじゃないのに朝とか昼起きなきゃいけないの。やだよ。その張り切ってさ、やだね。夜中遊ぶのが好き。みんな寝てる人も多いけど。俺夜中は好きだけどな。ニートの家を彼女にしてや。無理に決まってるだろう。俺がニートなのに何を言っちゃってるの。仕事してこうちゃんを養いたいって思ってくれるような子がいい。一生懸命頑張って何を楽しようとしてるの。養ってもらおうとでも思ってる？ふざけんじゃねえよ。俺も余裕ねえんだよ。何養ってもらおうと思ってんの。二度とニートと付き合わねえよ。いや、付き合ってね、結婚を考えて仕事辞めるならまだ分かるけど、ニートで養ってくださいとかやめてよ。そういうデリヘルでも働いておいてよ。デリヘルでもそんなね、ずっと家でね引きこもって何もしないんだったらデリヘルでも行ってお金稼いでこいよ。金体張って。当たり前だろ。甘えんなよ。マジで。リスナーにひどい、ごめんなさい。冗談です。じゃあニートでじゃあ囲っといておいよ。夜中人も少ないしね。日本自然もいいから。わかった、最低。冗談だよ。冗談だよ。ショックって。冗談ですよ。キャバクラでも行っといで。